はい、皆さんこんにちは。お世話になってます。今日は3月11日です。急いで解説も入れながら見ていただきたいと思います。大紫を今日は日に当てて、ホースで水まきました。それからこれは昔から類大の薄色もどき、小兵ももどき、あといろいろ鉢がありますけれども入ってません。紫はさて今の時点ではどのくらい残っているかまだわからないんですけれども、たくさんおります。まあ、半分くらいは元気でいるのかなと思います。あと1ヶ月くらいですけれども、このまま順調に進んでほしいと思っております。はい、韓国、中国、モルフォ、それから北海道栗山、いろいろおります。はい、こちらはせせりの類、コキマダラせせり、スジの茶羽せせり、赤せせり、それから黒ひかげもどきなんかを飼っております。芽吹いてきました。これからです。下の段に行きまして、オールルシジミ、サンサンチ、定山シジミ、黒目もどきはこんな感じです。芽吹きが始まりました。こちらはイボタです。今年は裏ごまだらのお産地が7産地ほどありますので、少し小揚げしてあります。はい、こちらのカップは、ベニモンカラスと裏ごのジャクルイアチューをカップで買っております。花鳥カヤを貼ってみました。少しカヤの芽は粗いので、裏子の場合はちょっと寄生が入ってしまいます。その点がちょっと心配です。はい、続きまして、これもずっと裏子のまだこれからつけるようになっています。イボタです。はい、こちらは黒目もどきです。これもまだ入っておりません。芽吹いてきたところですけれども、弱冷幼虫はカップで買って、2例くらいからこの鉢植えにつける予定です。自分としては類大用なので、のんびり買うということで、やっております。こんな感じです。ありがとうございました。